我々なりが作っていくか、そういう人たちを取り残さないようにするかっていうことをやることの中でできることっていうのは、実際にこの中にいるときにきちんとスタッフ側がこのアンケート調査をするとか、プログラミングした方にとって丁寧に手厚く会話を取るとか、いわゆるこの人間関係っていうことになってきてしまうんですよ。なので電話一本でどうこうって話ではなくて、非常に難しい人間関係を作っていくことによってできるものと、実際もちろんプログラムがあればいける環境、メーリングリストに入れれば作る人っていうような、いろんな層がいると。ただこれも付けがあるんですけれども、こことここが実は結びついてるんですよ。っていうのは、ここの環境をここに戻すことによってまた循環するっていうつもりですね。なのでこれが